おはようございまますす東大寺別の佐川府門と申します、えー、今回まあコロナ禍ということで、えー、この映像で皆さんにお届けするということになりましたがそもそもあのこの奈良の社寺の皆様方と共に、えー、席を連ねてお話しする予定になっておったようですが、えーまあ、残念ながら コロナ禍でなおかつ変異株がえらいことになりましてですねえこれが配信される時間割れがちょっと分かりませんがまだ収まっていないかもしれませんがそういうわけでえ皆様には映像でお届けするということになりました神社でもお寺でも今ある建物であったりえまあ彫刻 それから工芸、えー、いろんなもう書籍ですね。ものすごくたくさんあのジャンルにわたってですね、えー、常に修了し,し続けながら学ばならないという責務がございます。で県の方からいただいたあまあタイトルとして「知らざる文化財継承の裏側」ということでタイトルをいただいております。 この裏側ということにですね、ちょっと違和感を感じるなぜ違和感を感じるかというと我々にとってはこれは裏側ではなくて表側なんですね正味これが我々の仕事であるわけですうーん一般にお参りしてこられる方はまあ、今ある建物なりそれから11年前に作らせていただいたミュージアムの男さんであったり書道柄の本尊さんであったりそれぞれに 私この仏さんを拝みたいわであったりそれからこの風景に行きたいわということでおいでいただくわけですがこれはあくまでもその時代時代の我々を含めそして国県市のそれぞれの担当の方々そしてまたそれをご理解いただくたくさんの方々の支援になりあって今に続いているわけですから文化財継承の裏側というよりは 表側なんですねまずこれを、えー、ちょっと戻させていただいてお話を始めたいいと思います、あのーまあ、時間の流れで言いますとですね、えー、この奈良はもちろんなんですが日本の国というのは、うん、この大仏様を作りたいと発願された聖、えー、武天のこの後ろの軸にもおられますが、えー、うち東大寺ができたのは この武天皇の皆で大仏さんを作りたいという思いとそれから初代別当のローベンさんとそれからそれを出来上がって開眼する時には本当のインドの仏教が出たインドのお盆さんを呼んできて開眼作法をしてもらうでそういう大きな事業をするためには日本全国に漢、え、字、ー、に丸いわゆる今で言いますとプレゼンテーションしながら 話をしそしてまた絵巻を持ってこういうふうなあ仏さんを作るので協力してほしいということで、まあ、PV を、まあ、作るようなことですかね今で言いますとそれを全国展開された行儀さんですねでそれまではあのお坊さんというのは国の許可なしでは自分の寺以外では布教できませんでしたからそういうさまざまな大きな大きな,大きな うねりいいまますすかか流れって言いますかこれが天平時代に出来上がったわけですがそれはそもそも聖武天皇が民のこといわゆる日本国民のことを思ってえ今その時代1,300年前ですねえそれこそ聖武天皇が即位されてしばらくして天然痘が今のようにあの流行しましてまあ3年で収束するんですけれども 大変な人数の方が亡くなられ、そしてそれを今でもそうですよね。物流も止まります。物を作る人も作れなくなります。そして、えー、いろんなそのインフラが止まってしまいますね。えー、もちろんあの医療福祉も本格的に始められたのがそこからなんですけれども、そういう意味でいきますと奈良時代のこの平壌況における全国展開っていうのは。 まあそういうパンデミックが起こったり飢饉が起こったりさまざまな天災がそしてまた人災が起こる中でいかにその日本全国に気持ちと医療福祉といろんなもののインフラ整備っていうものを本格的に始められたのが奈良時代であるというふうに言えるかと思いますね。 次々と大きなお寺が建立され続けていったわけですけれどもじゃあそういう大きなものを作る人たちどういう技術集団があったのかであったりそれから木材からまあもちろん銅もいりますよね金もいりますよねそれから木材のとにかく木材は確保大変でした。特にうちの大仏園は かなり大きいですから高さが4 8ル奈良時代の倉庫の建物は横幅が8 8ルございましたですからねこれだけの巨大な檜ノキないし赤松というのは、まあ、奈良時代はどうも近畿機内で確保できたようですけれどもその第一次材料ですねいわゆるはどこからどういうふうに仕入れたか。 これは修験の人たちの情報量とそれから物を運ぶ時の物流のちゃんと整備がされていたということが一つとその奈良時代以前の飛鳥時代にですねそういう建築集団それから彫刻集団そういう工芸ですねいろんなものを整えていく細かい部分これはもうちゃんと集団として組織として整えられておりました。そしてもう一つ大事なことは そう立てて何年かするとまた終了していかないかんわけです。いわゆるメンテナンスですね。そのためにはどうしたらいいか。次の若い技術者を育てなければいけないという,う大事な部分がございますね。これ大事なんです。最初作ったらそれで終わりじゃないですよね。えー、今朝も新聞見ておりますとアジアの方に、えー、鉄道会社の中古車路が、えー、かつてはどんどん行ってたけれども。 その古い車両があまりにもメンテナンス量がかかるのでぼちぼち新車を買いたいいうことでえアジアの方も頑張っておられるのを聞きましたが古く,なれ古くなれば古くなるほど相当その手間と費用がかかるわけですねこの木造建築もそうなんですえ東大寺は現在160の建物ございますがこの全てにおいて30年ごとの小修理100年ごとの屋根瓦の総付き替え これれはあのハーフトゥーななななんでですす絶対やらなければならけない事情でありますしかしながらその中で国宝十分に指定されておるのは22件ですのでそれ以外のまあ140ぐらいは全て自前でやっていかないかんということ。で江戸末までは国が建てた寺ですから東大寺というのは国からのそういう修理に関する予算がいくばくかついておりました。しかしか明治以降 廃物分離新物新物分離、廃物希釈になりましたから、えー、東西といえども一民間になったわけです日常の維持管理はゼロになったわけですねで廃管理をいただいて動かしているわけですで今現在のところは、えー、その国宝十分の指定の物件につきましては半分の補助が出るんですがそれとてもその賞味の中身だけですねしかも何年と限られますから。 なななかなか大変なんですねしかし、まあ、国の文化庁であったり奈良県の文化財保存課であったり奈良市の文化財課であったりそれぞれの機関の方々本当に一生懸命、えー、頭をひねっていただいてなおかつですね、えー、それぞれ、えー、その次はこういう修理をしなくちゃいけないというのは常にこう懸案として 国には出しているわけですね建造物ではだけではないですからね、えー、特に僕の記憶では、えー、東大寺文書といわれる国宝のものすごくたくさんの、えー、書籍関係があるんですが、えー、件数としては8,500点ぐらいなんですが点,点数ですねにすると数十万点になるんです。ですから、あのー、ちょうどうーんそうですね 修理する前これ12年かかったんですが修理する前はこの部屋まあ2つぐらいの規模だったんですが本格的に全部一枚一枚え裏打ちをして虫食ってるところを直しそしてまたうん当時の例えば平安時代なら平安時代鎌倉時代なら鎌倉時代の神にのっとって 新たに吸いてもらわないといけないですね。紙合わさなければいけませんから。らですから使っているのにも時代によって違うんですね。でそういうふうに本当に当初七年計画ですが最終的な十二年かかりました。それを全部一枚一枚こう <coughs> 引き出しに入れて大きな箱を作って相当な点数になるわけですが、まあ体育館ぐらいのレベルになるんですね。傘が増えますから。でそれもあって。 新しいミュージアム収蔵庫を作らなきゃならないいうことで11年前にやっとできてそちらには収まっておるんですがこれも例のあくまでも例の一つでありますのでその次の時代いわゆる未来にものを伝えていくということは本当にその手間暇とそれから国県市の担当の方々の協力とさらにこれをじゃあどういうふうに修理しようか。 どういう技術を投入しようかということが問題になってきますですからその専門の先生方にも入っていただいて修理委員会というものをまず作りますそして短いもので三年長いものでやっぱ五年ぐらい委員会でいろいろと議論し合いながらうん新しい技術があればそれを実績がないとダメです あ去年こう,こういう技術でいたからこれ使おうかこれはダメなんですね、えー。ある程度実績があったものを導入していくと,、えーとね、分かりやすく言いますとね今現在大仏専の建物は3回目で江戸時代の300年前の3度目の建物なんですがこれ見ていただきますと柱ございますで、えー、奈良時代鎌倉時代は太い大きなヒノキの木があったので。 そのまま一本ポンと使ってたようですがもう江戸時代にはどこ全国探してもそれだけの大量のヒノキですねこれはなかなか難しいということで少し細いヒノキの周りに集合剤を貼り合わしますそして、えー、大きな釘で打ち込んで鉄のバンドで止めてます今行ってみてもらったらよくわかりますかねほうほう面白いもんでねこれは300年前の鉄の輪っかかっていうふうにね 今度大きになったら上を見上げていただいたら分かるかと思いますが常に300年前にもさらに800年前もですね長元さんがご苦労されて2回目の大仏陣ができるわけですけれどもこの時も中国の建築様式を導入してしかしそのまま直輸入じゃないんですよね。日本独特の <laughs> いわゆる大仏用と言われる中国の建築様式ですが日本独自の東大寺独自のやり方でやっておられます。ですから今の大仏殿も鎌倉の時の新しいそういう様式を江戸も踏襲されてやっていると各時代ね本当にその時代の新しい技術を導入してますね。 えー、収蔵庫とミュージアム展示室ですねこれもヘア免震と言われる耐震のヘア全体がこう動くというふうなこれもアメリカのメーカーなんですが、えー、サンフランシスコとかあ,あちこちの地震が多いエリアの空港であったりすで、えー、にもう実績のあるメーカーでしたから、えー、東大の 耐震免震のオチョリティの先生方にも入っていただいてそれをずっと議論してきましたでようやく国の方にも認めて,てもらってですねその免震装アメリカ製の免震装置を日本で初めて導入しましたそれまでの免震装置というのは地下を深く掘って、えー、こうゴムでこう逃がすというやり方なんですがやはりどのお寺も神社もですね うちの場合は7時代からの遺跡がありますすからそんんなな近くを掘っちゃダメなんですよねじゃあ掘らずにやろうとなったらそのアメリカ製がいけるということでね、えー、これはだからまあ3四4 0年前にはなかったどうも方式で11年前に既に何十年かの実績があるアメリカ製を導入して今もだからマグニチュード78ぐらいの来てもミュージアムそれから収蔵庫の宝物は 動きますので全然安心だということもえこれ毎日そんなあのあの宣伝してませんからね一応説明には書いてますけどだからこれは裏側ではなくてあくまででも全て表側なんですね今ももう明治からずっとそうなんですけれどもこの尊い宿ももう10年以上ずっとやってますが発掘しますよね。発掘すると必ず うーいろんなものが出てきます今東に跡を整備しているのも奈良時代の尊跡とそれから800年前に再建された鎌倉時代の礎石の跡両方出てきました。これも掘ら,掘らなければわからないわけですからねそれはやはり尊を復興したい再建したいという思いがあって、えー、発掘にこぎつけてなおかつ何も目的なしでは発掘することはできませんからね。うんだからずいぶん前に 東大寺全体10万坪の境内をどういうふうに整備していくかという100年計画をねまず国に出さないといけないいいとけんですそれからでないとこの一部例えばえこのそうですねこれ境内10万坪としますとここだけ直したいに言うてもここだけ調査してもダメだ全体がどうなってるかじゃあ明治からこっちどういう修理が行われてどこを発掘してどういう結果が出たかというのを全部 網羅してなおかつ今皆さんも全国でご苦労されているように突然の鉄砲水豪雨が頻繁に起こってますね地球上全体があの温暖化っていうことでこの本部を出たすぐ外の白蛇川白蛇川で書くんですがこれは奈良時代からある川でよく暴れる暴れるので白蛇川とは白蛇川というふうに名付けられると思うんですがもう裏の山が。 どんどん荒れてきて、えー、本当にねある日突然ドーンと来てですねもうそうですね20年ほど前も、えー、もう山道が1週間埋まったことがあるんです僕が生まれた71年前はね、えー、子供の時もね、えー、そんなことなかったですです、えー、ですからその自然の荒れ方がすごいスピード速いですよね。ですからそのお治水計画 こういう豪雨が頻繁に起こる川の整備どうするんやそれからあとの <coughs> 逃がす水はどうするんやあるいは傾斜土砂流れるのはどうするんやというそういう治水計画も含めて10万坪全体の計画も含めて100年計画を出しなさいっていうことで2年かけてその計画書を出してそれに沿って発掘を行い そして整備計画を行い、えー、今も <laughs> 計画委員会を継続しています10年以上になりますがそういう意味で言いますと文化財を守っていくということは決して裏側ではなくて表側でありそしてそういうことをどんどん出していくということが大事だと思ってますね。その観光と振興の両立についてということ質問があるんですが我々は別のものと考えてません。 「で観光」という字は本来その場所場所あるいはお宮さんであったりお寺であったりその各時代やはり信仰の,の場っていうのがあるわけですからそれを光を見るということですよね。あの見るはどなたかもおっしゃっておられましたが見るはその見物の見るではなくて観察の観観音の,の観これが大事なんですよね。 あ,あ、観察の間に光を見るですから、まさしくその信仰のエリアを見るということになってるんですよね。だから、あのー、見物やったら健康でいいんですよね。見学でいいわけですからな。だから観光というのは僕は信仰そのものであるという風うに我々はあの認識しておりますので、まあ、分ける必要もありませんし。しえー、まあ、今政教分離ということでね、えー、その両方とも <laughs> 全部。う なんて言いますかずぶずぶなってはいかんという、まあ、関西独特の言葉なんですがちゃんとそれぞれの立場を理解した上で、えー、そして、えー、このうちならば奈良時代からどういうふうに苦労されて今があるかそしてこの先どうしていくかということを同じ目線で、えー、こう支えていくということが大事だと思うんですよね。もう一つ、ね、一つ番原点に返って 東大寺の場合は1300年前、子供の命を守るということで大仏さんができておりますけれども、1300年前のさらに <laughs> 遡って、まあ500年代ぐらいにですね、仏教が入ってきますよね。仏教が入ってきたときに養護派とその廃仏派、いわゆる、うん、そんなもん入れたらどうなる、うん。いやいや、これはあの <coughs> 素晴らしい教えだから、えー、入れようという、まあ、豪族同士の。 まあ、あの争いがありますよねで正式に奈良時代に仏教というものを国の教えとして聖武天皇は正式に <laughs> 広められます。でもっと大事なのはねこの仏教2500年前にお釈迦さん出てます。で突然お釈迦さん2500年前にインドで出てこられたわけじゃないんですね。えー、4000年5000年というインドの中での <laughs> 大きなこう,うねりがあります。 で、えー、ちょうどアーリア人がずっとこう侵略してくる中で、まあ、バラモン教があったり、まあ、その辺がまあヒンドゥー教になっていったりするんですが本当にね大きな大きな川の裏にひんあのガンジス川っていうのはもう向こう岸が見えないくらい、えー、大きな川で水害があるとバーンともう30メートルぐらいすぐに水草が上がってしまうぐらい大きな大きな川なです。 あの昔々インドの方が瀬戸の内海に来られてあ「あちょっと大きい川はあんねんな」いうぐらいですからね、えー、海のような川があるんですそういう我々の想像をはるかに超えた大きな大きな <laughs> あの国であったり民族もすごい大きな方なんですね。ですからあのアジャンタの仏教石窟寺になりそれからまあエローラの石窟寺院大きな今も残ってるんですが。 そこはです、ねえー、特にエローラの方へ行きますとねヒンドゥー教ジャイナ教仏教の石窟人が順番に仲良く並んでるんですね時代ちょっと違いますよ。これね他のちょっと宗教ではねありえないですよすぐ破壊するのがまあ常のようなところもありますね。しかしインドの人たちはねそれぞれの起こった宗教というのはね破壊しないんですよね、えー。ちゃんと認めるんです。 で日本にもそういう流れがあって日本の神々も最終的に受け入れて今があります特に奈良は神仏集合という考え方が江戸時代末まではずっと残ってました神さんのやってあることあの仏さんのやってあること特に聖武天皇はその大仏さんを作る時の大きな見事のりでですねまず神事をきちんとやった上で 仏事をやりましょうということでえ神仏集合習う,う合わせる融合じゃないんですねあの混ざり合ってないんですよね別々なんですけれどもお互いにちゃんと認めてえきちんと尊重し合うということえこれねやっぱり日本民族の,あの特質だと思うんですね。これはなぜかと言いますと神様の世界っていうのはやっぱり自然山なり岩なり かはなりそういう大自然からの恵む恵んでもらうものに感謝して、えー、いろんな行事やられますね、えー、ですから献銭、えー、鉄線というのはそうですね神さんにお供えしてそれをお下げして皆でいただくというこれ大,大自然を恐れそして大切にする基本ですよね、えー、人間を行う。で <coughs> そして、うん上武天皇は「あ それを受けてですね鑑真ンンさんいわゆる奈良時代本格的な会を授けていただくお盆様は日本にはいませんでしたから <coughs> もうすでに中国には鑑真ンンさんというすごい方がおられたのでその方も将軍天皇はあの呼びに行きなさいということで第九次遣唐使で検討んで菩提千奈さんはすぐに中国であのアポ取られるんですが鑑真ンンさんの方は 国から出た遺憾という国金を犯してでも6回目に日本に来られましたねそういう意味で中国の凄いお盆さんインドのお盆さん来てもらってここで会議をしてもらってその翌々年に大仏船の前で聖武天皇皇,明皇后も全員得度されるわけですね。天天皇皇としてて初めて得度されたのが聖武天皇ですですから神仏集合というのが奈良の それぞれの習慣っていうか、まあ、底辺にある大きな大きなものなんですねそれを伝えてるのがねこの何べんも言いますがののの人たちの情報というのは全国に渡ってますここで、えー、銅が取れる金が取れる漆,漆が取れる等々ですね、えー、そういうものをどうやって運んでくるかということにもかかってくるんですがあーね今がね 今の時代が一番その情報も次々入っていろんな技術が素晴らしいんだという思われているかもしれませんが奈良時代もそれから平安時代も鎌倉時代もですね室町時代もそれぞれの時代時代常にそういう情報はね資源の人たちからねどんどんん入ってきます常に最初申しましたように30年ごとの小修理と100年ごとの大修理これもずっと奈良時代からやってます。 今だいぶ前ポンと正面行っていただきますとねこれは雨降って濡れますとねよくわかるんです軒先の半分ぐらいが昭和の新しい瓦なんですね一番傷みやすいですからそれから、えー、火葬のあまり雨の当たらないところに江戸時代の瓦300年前の瓦4万枚それから明治大修の時の瓦が1万枚昭和の瓦が6万枚全部で11万枚、えー、を載せています。 でえー、明治大宗の時はずぶん苦労されましてね江戸末にはもうずっと屋根が下がるぐらい、えー、傷んでおりましてでそれを支えるために明治の時の最新技術としてイギリス製の鉄骨の橋まあ,あの鉄道のこう渡ってるトラス橋みたいなね、えー、ものをバーンとうーもう、うん、100年前に入ってましてねそれで、まあ、まだまだ何百年か大丈夫だっていうことでね。 明治もそういう、うん、新しい技術を入れて今が持っているということなんですねその6万枚もですね昭和の6万枚も、えー、同じように分厚く焼きますと重くなっちゃいますから薄くても強いそして土はもうのせないっていうことでね、えーえー、修理を、えー、やられましたで一番困ったのは昭和48年から昭和大修理始まったんですがオイルショックでね これね当初の予算よりブーンと上がってしまいましてねこれはどないしょうということで皆、えー、苦労されましたがあの <coughs> 昭和の河原についてはごちょうどね座布団1枚ぐらいの大きさになりますから瓦1枚がで昭和に載せる瓦でも乗るや否やもう国宝になりますから大部分が国宝ですからねまあそれで火がついたのがもう次から次と。 ごくださいましてね、えー、当初の予定通りご寄進が集まりまして何、えー、とか完成に至ったということもあります。だから常に奈良時代から皆に呼びかける、えー、大きい金額でなくて少しずつ積み上げる、えー、鎌倉時代もそうです江戸時代もそうですね、えー、今後もそうです。で今あの東道館の整備進めてますが、えー、建物として今も指図堂 それから階段道の方は免震装置っていいますか大きな地震が来た時に危ないっていうことで何年も前から指示があって今その補強工事に入りましたそれから何台もこれも昭和初期に修理されてるんですがもうかれこれ100年近くなりますからこれも河原の早期会えをしなければなりません。常にに年先を見ながら順々に 予定を組むというののが特に明治以降の我々の課された宿題でもありますですから奈良時代からずっと各時代の人が苦労されてなおかつその時代の新しい技術を導入されつつ今後またそういう新しい技術もおそらくいろいろ出てくるでしょうからそれを見ながら委員会で検討してこの修理に導入していくと。これは建物のみならず 最初申しました書籍も工芸もそれから彫刻もそうですね仏さんの修理もそうです北京都の方も三年やりましたけれどもこれでまた年輪年代測定法で、えー、北京都の総合年代もぐっと早くなりましたし、えー、修理をしたり発掘したりするとその時代の分からなかったことがパッとわかるんですよねだから常にまあ何年か後には 教科書も書き直してもらんといかんわけですねそういう意味でいきますとね常にこうお寺なし神社の動きはね皆さんもね興味を持って見ていただきたいと思いますねそこでやはり観光と信仰というのは一体であるこということがお分かりいただけるかなと思うんですね、えー、まあアフターコロナのことみんな、えー、地位を絞って、えー、それぞれの企業が前向きに 頑張っているのトンガのことも大変気になりますが地元の人たちは常にやっぱり災害に遭っておられるようなんで負けずにいろいろ復興に頑張っておられますのでやはり世界中で起こることもちゃんと気にかけながら我々が守るべき文化財これはものを守るんではなくてその作られた時代にかえってその人たちが考えたこと そしてその人たちが次に伝えたいと思ったそういう熱い熱いそういう子どもの命ですねそれから皆さんの命これをどう伝えていくかっていうことがとても大事なことではないかと思いますですからそれがそれこそが観光の観光と信仰の両立に間違いないと我々は思っておりますのでぜひぜひですねそれぞれのお寺神社が出しておられる。 ホーームページを見ながらですね今はどういう動きしているのかなということを、えー、なんか見ていただいたらありがたいなと思います。ということで今日はこのぐらいで終わってくい。どうもありがとうございました。